事先約好的吗お約束でございますかお約束でございますか存款什么时候都可以取吗預金はいつでも引き出せますか預金はいつでも引き出せますか利息,是年利,利息は年利率1.5%です。 利息は年利率1.5%です。这是密码これは暗証番号と言います。これは暗証番号と言います。您使用现金刊时需要密码的。カードをお使いになるときに必要ですから。カードをお使いになるときに必要ですから。现金刊一周左右寄到府上。 カードは一週間ぐらいでお宅に郵送いたします。カードは1週間ぐらいいで、に郵送いたします我想取钱。お金を下ろしたいんです。お金を下ろしたいんです。这是您的钱和存折。お金と通帳でございます。お金と通帳でございます。请检查一下。お確かめください。

是往对主户頭转账吗口座にお振り込みですか口座にお振り込みですか我打听一下。ちょっと伺います。ちょっと伺います。去東京车站怎么走東京駅はどう行けばいいのですか東京駅はどう行けばいいのですか从这儿可以坐出租车去。 ここからタクシーで行けます。ここからタクシーで行けます。需要往这地方寄。ここに送りなきゃならないんです。ここに送りなきゃならないんです。去那里只有出租车吗？そこへ行くにはタクシーしかありませんか。そこへ行くにはタクシーしかありませんか。 地下鉄だと、そこまでどのぐらいかかりますか地下鉄だと、そこまでどのぐらいかかりますか坐出租車20分钟左右。タクシーで20分ぐらいあります。タクシーで20分ぐらいあります。よりあんちょっと遠いですね。ちょっと遠いですね。 公共汽車有那个站程バスはあそこのステーションで乗ります。バスはあそこのステーションで乗ります。地鐵站更遠。地下鉄の駅はもっと遠いところにあります。地下鉄の駅はもっと遠いところにあります。出租車在哪タクシーはどこですか 一举手就停車。手を上げれば止まります。手を上げれば止まります。我可以在这里搭出租車吗ここでタクシーを拾えますかここでタクシーを拾えますか我已经到了东京站。もう、東京駅に着きました。もう、東京駅に着きました。请在这里下車。 こちらで降りてください。こちらで降りてください。可以坐地铁去吗地下鉄で行けますか地下鉄で行けますか车票在哪儿买い切符はどこで買いますか切符はどこで買いますか检票口在这儿。改札口はこちらです。 改札口はこちらですど。どれほど歩かなければなりませんかどどれれほ歩かななけば離这里不远。ここから遠くありません。ここから遠くありません。中国では何をしていらっしゃいましたか 中国では何をしていらっしゃいましたかに有在工場做的经吗工場で働いた経験はありますか工場で働いた経験はありますか上周電話連熟过了先週電話で連絡いたしました先週電話で連絡いたしました我做了一辆自行车的零件 自転車の部品を作ってました。自転車の部品を作ってました。に想在下午工作ま仕事は午後がいいですか仕事は午後がいいですか同日本の工作人员一や吧。日本の方と同じですね。日本の方と同じですね。工作地点在哪 勤務先はどこですか。勤務先はどこですか。我可以加班吗。残業できますか。残業できますか。我想新开个账户。新しく口座を開きたいんです。新しく口座を開きたいんです。銀行,銀行は何時に開きますか。 銀行は何時に開きますか銀行服务员是哪位銀行の案内の人はどの人ですか存折作好了通。通帳ができました。用意下您的印章。ご印鑑お願いします。ご印鑑お願いします。您存多少钱 ご入金はおいくらでしょうかご入金はおいくらでしょうか忍耐印章了吗ご印鑑は持っていらっしゃいますか普通預金の利息はいくらですか普通預金の利息はいくらですか現在就存今通帳を作ります。 今通帳を作ります。 款待谢谢ごちそうさまごちそうさまどんなのがありますかここの座席はどこですかこの座席はどこですす。か私はジュースをもらいま 填好了書き終わりました。書き終わりました。可能の話、我想待三年左右。できれば三年ほど滞在したいと思います。できれば三年ほど滞在したいと思います。由父母寄钱供给。両親の送金で賄います。両親の送金で賄います。接下来请去海关。 次は税関へ行ってください。次は税関へ行ってください身体有点不舒服。気分がちょっと悪い。気分がちょっと悪い。请给点要好吗何か薬をくださいませんか何か薬をくださいませんか行李就这些吗荷物はこれだけですか 荷物はこれだけですか请让我看一下随代行李申报单。携帯品申告書を見せてください。携帯品申告書を見せてください。有没有漏报的。申告漏れはありませんか申告漏れはありませんか这个箱子和手提箱。このトランクとスーツケースです。 このトランクとスーツケースです。请把行李全部打開。荷物を全部開けてください。荷物を全部開けてください。有没有需要申告するものはありませんか何か申告するものはありませんか酒は4本持ってきました。 酒は4本持ってきました。地段很好。場所柄がいい。場所柄がいい。日照不错吧。日当たりがいいでしょう。日当たりがいいでしょう。这里正安静啊。本当に静かなところですね。本当に静かなところですね。附近有超市吗近くに スーパーがありますか近くにスーパーがありますか购物非常方便。買い物に便利ですね。公共浴室在哪銭湯はどの辺にありますか在那一代。

我想搬家引っ越したいと思うんです。引っ越したいと思うんです。請您给搬运公司打个電話好ま。運送屋さんに電話していただけませんか。運送屋さんに電話していただけませんか。这是旧住址和新住址 これが、今の住所と、新しい住所です。これが、今の住所と、新しい住所です。有多少行李荷物は、どのぐらいですか荷物は、どのぐらいですか現在打電話吗今から電話しましょうか。 今から電話しましょうか。に打算搬到なら。どこへ引っ越すつもりですかどこへ引っ越すつもりですかてんだ。とても気に入ってるんです。とても気に入ってるんです。んんん。 一度ぜひ遊びに来てください。一度ぜひ遊びに来てください。我想開始工作。私もそろそろ働こうかと思っているんです。私もそろそろ働こうかと思っているんです。我想找个臨時工作。アルバイトを探したいのです。

どうやって仕事を見つければいいんでしょうどうやって仕事を見つければいいんでしょうご希望の仕事はご希望の仕事はえ、也不是说不行。別に行けないこともないんですが。 別にいけないこともないんですが。語言方面沒有問言葉の方は大丈夫でしょうか。言葉の方は大丈夫でしょうか。在報紙上看到貴殿的招工啟示。新聞でオタクの求人就職の広告を見ましたが。 新聞でおたくの求人うじんしの広告を見ましたがわたしは応募したいのですがわた時にお待ちしています明日10時にお待ちしています。 明天等你来。明日待っていますよ。明日待っていますよ。我一定按时来。必ず時間通りに参ります。必ず時間通りに参ります。请接人事科。人事科へお願いします。人事科へお願いします。 我想参观团体游。ツアーに参加したいのです。ツアーに参加したいのです。有什么好玩的地方吗何か面白いところがありませんか何か面白いところがありませんか有哪些团体游どんなツアーがありますかどんなツアーがありますか您想游哪些地方呢どこをご覧になりたいのですか どこをご覧になりたいのですか我想到富士山去。富士山に行きたいのです。富士山に行きたいのです。您能介绍一下市内名胜吗市内の名所を紹介していただけませんか市内の名所を紹介していただけませんか只等出发了。待機中です。待機中です。什么时候出发 いつ出発しますかいつ出発しますか什么时候回来いつお帰りになるでしょうかいつお帰りになるでしょうか一泊して帰るつもりです。一泊して帰るつもりです。稍微打扰一下行吗ちょっとお邪魔していいですか 我需要预约吗ようやくしなければなりませんかよ約しなければなりませんか準備好了吗準備はできましたか準備はできましたか富士山の形状之美是有名的。富士山は型の美しいことで有名です。富士山は型の美しいことで有名です。一个人没意思吧 一人ではつまらないでしょうか一人ではつまらないでしょうか我喜欢一个人旅行。ですす。るのが好き私は一人で旅行するのが好きです。祝你旅途愉快。楽しい旅行をなさるように祈りします。楽しい旅行をなさるように祈りします。这次旅行我也去。 今度の旅行には私も行きます。今度の旅行能把详细日程告诉我吗予定を詳しく教えていただけませんか予定を詳しく教えていただけませんか交通工具是什么乗り物は何で行くのですか需要多少時間どのぐらいの時間がかかりますか どのぐらいの時間がかかりますか旅行費用是多少ツアーの料金はいくらですか 次は税関へ行ってください。身体有点不舒服気。気分がちょっと悪い。私はこの部屋の,係です私はこの部屋の係です。几点钟您何時にお起こしいたしましょうか 何時にお越しいたしましょうか。有事情吩咐。御用は何でもお申し付けます。ご用は何でもお申し付けます。有貴重物品要保管嗎。貴重品をお預かりしましょうか。貴重品をお預かりしましょうか。有什麼要使的東西嗎。何か洗濯物がございませんか。何か。 洗濯物がございませんか可以进来吗入ってもよろしいでしょうか入ってもよろしいでしょうか有什么事吗何かご用ですか何かご用ですか冰箱にある飲み物は無料ですか冷蔵庫にある飲み物は無料ですか您结账吗 ご感情でございますかご感情でございますか請告诉我您的房间号码。お部屋の番号を教えてくださいませ。お部屋の番号を教えてくださいませ。欢迎您在来。またいらっしゃいませ。またいらっしゃいませ。我想租间房子。部屋を借りたいのです。部屋を借りたいのです。 打算找哪儿的房子どんなところをお探しですか最好离学校近一些学近いい。学校に近いところがいいです。要什么样的房子どんな部屋がいいですか要几个房间的部屋の数はどうですか 部屋の数はどうですか二人住める下宿屋を紹介してください。二人住める下宿屋を紹介してください。要審量便宜些。なるべく安い方がいいのですが。なるべく安い方がいいのですが。正在找房子。部屋を探しているんです。 部屋を探しているんです。に有线索もあなたに心当たりはありませんかあなたに心当たりはありませんか我帮你问问朋友看。友達にも聞いてみてあげましょう。友達にも聞いてみてあげましょう。您找什么样的房子どのようなお部屋をお探しですかどのようなお部屋を 家賃はいくらですか家賃はいくらですか房租很貴家賃はいくらですか房租が高いです。家賃が高いです。我想租不超過3万日元的房子。家賃は3万円ぐらいまでにしたいんですが。家賃は3万円ぐらいまでにしたいんですが。找找看吧

往復は一週間かかります。我打算到巴黎去。私はパリへ行くつもりです。私はパリへ行くつもりです。行李都準備好了吗荷物は揃いましたか荷物は揃いましたか都準備好了。すべて揃いました。すべて揃いました。能看到哪些东西呢 どんなものが見られますかどんなものが見られますか真令人心曠神怡。心が広くなりますね。心が広くなりますね。那里就是我们的目的地。そこが私たちの目指すところです。そこが私たちの目指すところです。快到顶峰了吧。もうすぐ頂上でしょうか。 もうすぐ頂上でしょうか。私たちはやっと半分登っただけです。私たちはやっと半分登っただけです稍微休息一下吧ち。ちょっと休んだらどうちょっと休んだらどう脚痛で受不了了了。足が痛くてたまらないんです。足が痛くてたまらないんです。有精神了吗 元気が出た元気が出た我们一起爬到山顶吧。頂上まで行きましょう。頂上まで行きましょう。这一带可以拍照吗この辺で写真を撮るのは構いませんかこの辺で写真を撮るのは構いませんか你拍吧。どうぞお撮りください。どうぞお撮りください。 どこを背景にしたらいいでしょうかねどこを背景にしたらいいでしょうかね以櫻位背景照个像吧桜を背景にして写真を撮りましょう桜を背景にして写真を撮りましょう有没有留学生奖学金呢留学生奨学金はないでしょうか 留学生奨学学学学学学金はないでででしょうか。如果考上大大大大生院院申申請。請ややにに入入れればばききまます。す。留活で何かお困りのことはありませんか 日本の従業料と生活費が高いことです。日本の従業料と生活費が高いことです。不打工就无法維持生活。アルバイトしなければ食っていけない。アルバイトしなければ食っていけない。家里寄来的钱应付不了日本の高消費。国からの送金は 日本の交渉費には間に合いません。国からの送金は日本の交渉費には間に合いません。我自己想办法。自分で工夫します。自分で工夫します。我今後要考上好的大学。これから良い大学に入ろう。これから良い大学に入ろう。您能为我介绍一下吗紹介してくださいませんか 紹介してくださいませんか私たちの日本留学・教会に各大学の案内があります。私たちの日本留学自分の事情に合わせて入学先を選んでください。 自分の事情に合わせて入学先を選んでください。ちょっとこの腕時計を見てください。ちょっとこの腕時計を見てください。那没准それは決まっていないのです。そちょっと鍵の調子が悪いんです。ちょっと鍵の調子が悪いんです。该换一把新的了。 取り替えた方がいいですね。取り替えた方がいいですね。傍晚之前可以修好夕。夕方までにはできますよ。5時ごろ取りに来ます。5時ごろ取りに来ます。让我试一下。ちょっとやってみましょう。ちょっとやってみましょう。下星期四来取。 来週の木曜日に取りに来てください。来週の木曜日に取り语的语法很難吧。日本語の文法は難しいでしょうか日本語の文法は難しいでしょうか不太難,あ難あ。あまり難しくはありません。私の発音は 正しいですか私の発音は正しいですか您过奖了。褒めすぎです。褒めすぎです。老师の话还不能完全听懂。先生の話が十分に聞き取れません。先生の話が十分に聞き取れません。您不用担心。ん。心配することはありませんよ。 心配することはありませんよ。に語ができまあなたは日本語ができますかあなたは日た私は日本語が少しできます。私は日本語が少しできます。に会いちゃんいんまあなたは英語が話せますかあなたは英語が話せますか正跟電視座学习。 テレビの講座について勉強しています。テレビの講座について勉強しています。您说的真棒。なかなかお上手ですね。なかなかお上手ですね。海茶的很远。まだまだですよ。まだまだですよ。垃圾怎么办ゴミはどうするんですかゴミはどうするんですか 想像您求教垃圾处理方法。ゴミの出し方を教えていただきたいんです。不可燃垃圾最好分别放置。燃えないゴミは別にした方がいいわね。燃えないゴミは別にした方がいいわね。可燃垃圾是什么燃えるゴミというと、燃えるゴミというと、 不可燃是什么呢燃えないゴミは燃えないゴミは那是んが的それは当たり前のことですそれは当たり前のことです请帮个忙助けてください助けてください请帮我往这儿打个電話ここへ電話してください ここへ電話してください。警替我看看信。手紙を読んでください。手紙を読んでください。这个用日语怎么说これは日本語で何と言いますかバスはあそこのステーションで乗ります。バスは あそこのステーションで乗ります。地,地下鉄の駅はもっと遠。いところにあります。地下鉄の駅はもっと遠いところにあります。出租車在哪儿タクシーはどこですかタクシーはどこですか一拒手就停車。手を上げれば止まります。手を上げれば止まります。 ここでタクシーを拾えますかここでタクシーを拾えますか我已经到了东京站。もう、東京駅に着きました。もう、東京駅に着きました。请在这里下车こちらで降りてください。こちらで降りてください。 可以坐地铁去吗地下鉄で行けますか地下鉄で行けますか车票在哪儿买切符はどこで買いますか捡票口在这儿。改札口はこちらです。改札口はこちらです。不、我要走多久。 どれほど歩かなければなりませんかどれほど歩かなければなりませんか離这里不远。ここから遠くありません。ここから遠くありません。你在中国做什么工作中国では何をしていらっしゃいましたか中国では何をしていらっしゃいましたか你有在工厂做的经验吗 工場で働いた経験はありますか要頭等舎吗ファーストクラスですかファーストクラスですか只要一张。一枚だけです。一枚だけです。は是要普通舎それともエコノミークラスですかそれともエコノミークラスですか几点起飞。 何時発ですか何時発ですか提前二小时到机场就行。二時間前に空港に着いたら結構です。二時間前に空港に着いたら結構です。有直达机场的公共汽车吗空港までは直行のバスはありますか空港までは直行のバスはありますか下午一点半在银座发車。 午後1時半に銀座前からバスが出ます。午後1時半に銀座前からバスが出ます。什么时候到达大阪いつ大阪に着きますか明天想去名古屋。明日は名古屋へ行きたいので。明日は名古屋へ行きたいので。坐新干線吗 新幹線をお使いますか新幹線をお使いますか想坐新幹線去。新幹線で行きたいです。有没有其他办法去那里他の行き方がありますか他の行き方がありますか打算当天返回。日帰りするつもりです。 日帰りするつもりです。能買往返票吗往復が買えますか往復が買えますか几点到达何時に着きますか何時に着きますか散席票不用预定。自由席は予約がいりません。自由席は予約がいりません。我想退火车票。 汽車の切符を払い戻ししたいのですが。記者ののを払いい戻ししたいのですが能延期到下星期三吗次の水曜日に伸ばすことができますか次の水曜日に伸ばすことができますか也可以改在其他時間。別の日に変更することもできます。別の日に変更することもできます。我正在找旅館。 私はホテルを探しています私はホテルを探しています这一带没有西市旅馆この辺りには洋式のホテルはありませんこの辺りには洋式のホテルはありません有日本式旅馆日本の旅館があります日本の旅館があります我想定个房间 部屋を予約したいんですが。部屋を予約したいんですが。您想要什么样的房间どんな部屋をご希望なんでしょうかどんな部屋をご希望なんでしょうか您郵便了吗ご予約がされましたかご予約がされましたか我先去訂一下房间。私は先に行って部屋を決めてきます。 私は先に行った部屋を決めてきます。男人房间就可以了。シングルルームでいいです。シングルルームでいいです。我想要双人房间。ツインルームが欲しいです。ツインルームが欲しいです。请给我介绍一家好的旅館。良いホテルを教えてください。良いホテルを教えてください。那太好了。 大変結構です。大変結構です。房前多少部屋代はいくらですか部屋代はいくらですか您预定了几天何泊のご予定ですか何泊のご予定ですか我予定了三天。三泊の予定です。三泊の予定です。你们预计要住多少天 お泊まりは何日ぐらいの予定でしょうかお泊まりは何日ぐらいの予定でしょうか用用この料金には何が含まれていますかこの料金には何が含まれていますか包括食,費食事代も入っていますか食事代も入っていますか全部费用都包括在内。 全部の費用が含まれています。全部の費用が含まれています。このツアーに自由時間がありますかこのツアーに自由時間がありますか現在只剩下15分钟。あと15分しかないですよ。あと15分しかないですよ。現在立即出发、我想来得及。 今すぐ出かければ間に合うと思います。今すぐ出かければ間に合うと思います。无论多么快、恐怕都来不及吧。どんなに急いでも間に合わないでしょう。どんなに急いでも間に合わないでしょう。誰,誰と一緒に行きますか。誰と一緒に行きますか。有导游ガイド付きですか。 ガイド付けですか。有惠反语的导游陪同。中国のできるガイドがご案内します。中国のできるガイドがご案内します。別担心。心配いれません。心配いれません。多余部分交税就行了。余分に税金を払われたら結構です。余分に税金を払われたら結構です。 こういうものは課税されますかこういうものは課税されますか我交税。税金を払います。税金を払います。这个要上税日元。こんなものですと3000円です。こんなものですと三千円です。这样可以了吗これでもよろしいですか これでもよろしいですか検査はこれで終わりました。検査はこれで終わりました。报官手術當次为止。通関の手続きはこれで終わります。通関の手続きはこれで終わります。在哪儿陣行里どこで荷物を受けておりますか 请在那个服务台領取行李。あのカウンターで荷物を受け取ってください。あのカウンターで荷物を受け取ってください。超重行李要付多少钱超過荷物はいくら払いますか超過荷物はいくら払いますか请从那个出口出去。あの出口から出てください。あの出口から出てください。 我请求外,国外国人登録をお願いします。外国人登録をお願いします。外国人居留登记处在哪儿外国人登録所はどこですか外国人登録所はどこですか请你替我填一下好吗書いていただけませんか先放在我这儿。 お預かりします。お預かりします。请把登記证明书交给我。登録書を渡してください。登録書を渡してください。不用印章。印鑑はいりません。印鑑はいりません。证明书还给你。証明書お返しします。証明書お返しします。还是请您本人来取。

東京行きのチケットを予約したいのですが。東京行きのチケットを予約したいのですが。有明天上午的吗？明日午前のですがありますか。明日午前のですがありますか。根据面试结果决定。面接の上決めます。面接の上決めます。 我想见人力资源部的田中先生。人事課の田中さんにお会いしたいんです。人事課の田中さんにお会いしたいんです。日语读写行吗日本語の読み書きはできますか日本語の読み書きはできますか稍微一点就行。ちょっとできたら、それでいいでしょう。ちょょっとででできたら、それでいいでしょう。 明天九点能来公司吗？明日の九時に出勤してくれないかね。明日の九時に出勤してくれないかね。是事,事先约好的吗？お約束でございますか。お約束でございますか。没有异常现象。異常がありません。異常がありません。诊断结果是感冒。診察の結果、風邪です。 診察の結果、風邪です。この薬を飲んでみてください。この薬を飲んでみてください。一次吃多少一回にどのくらい飲めばいいんでしょう。一回にどのくらい飲めばいいんでしょう。很快就会好的、请放心。すぐ治りますから、ご安心ください。すぐ治りますから、ご安心ください。 身体疲労、食欲不振。体がだるく、食欲がありません。体がだるく、食欲がありません。有点胃痛。ちょっと胃が痛いんです。手術の経過は、とても順調です。手術の経過は、とても順調です。手術後、有多少天了 手術されてから何日になりましたか手術されてから何日になりましたか请多保重。ではお大事に。ではお大事に。有什么止泻药吗何か下痢止めの薬がありますか何か下痢止めの薬がありますか犯前服、还是犯后服食前に飲むのですか食後に飲むのですか 食前に飲むのですか食後に飲むのですか去买东西。買い物に行きます。買い物に行きます。你要什么何が欲しいですか何が欲しいですか这是中药、没有副作用的。これは漢方薬で副作用がないのです。これは漢方薬で副作用がないのです。需要什么 何を差し上げましょうか何を差し上げましょうか只々問,問じゃ、ぶしゃんやかすだけで買う気はありません。冷やかすだけで買う気はありません。我想ゃ穿一下これを試着したいんです。これを試着したいんです。有品吗サンプルはありますかサンプルはありますか您请看 どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。请让我看一下那双胶底鞋。あのゴム手の靴を見せてください。あのゴム手の靴を見せてください。请试穿一下。履いてみてください。履いてみてください。稍微大了点。ちょっと大きすぎます。ちょっと大きすぎます。这种样式再大点的有吗 この形でもっと大きいのはありませんか。この形でもっと大きいのはありませんか。少々大らて。少しゆったりすぎると思います。少しゆったりすぎると思います。正合。合ちょうど合います。ちょうど合います。お約束でございますか。 お約束でございますか存款什么时候都可以取吗預金はいつでも引き出せますか利息是年利1.5利息は年利率1.5%です。利息は年利率1.5%です。这是密码。これは暗証番号と言います。 これは暗証番号と言います。您使用現金刊時需要密砲的。カードをお使いになるときに必要ですから。カードをお使いになるときに必要ですから。現金刊一周左右寄到府上。カードは一週間ぐらいでお宅に郵送いたします。カードは一週間ぐらいでお宅に郵送いたします。我想取钱。 お金を下ろしたいんです。お金を下ろしたいんです。这是您的前和存折。お金と通帳でございます。お金と通帳でございます。请检查一下。お確かめください。お確かめください。这是号码牌。これは番号札です。これは番号札です。 教我一下机器的用法好吗機械の使い方を教えていただけませんか機械の使い方を教えていただけませんか我想寄钱。お金を送りたいんです。お金を送りたいんです。是往对主户頭转账吗口座にお振り込みですか口座にお振り込みですか我打听一下。 ちょっと伺います。ちょっと伺います。去東京車站怎么走東京駅はどう行けばいいのですか東京駅はどう行けばいいのですか从这儿可以坐出租车去。ここからタクシーで行けます。ここからタクシーで行けます。需要往这地方寄。 ここに送りなきゃならないんです。ここに送りなななきゃならないんです去那里只有出租車吗そこへ行くにはタクシーしかありませんかそこへ行くに如果坐地铁到那里要多少时间地下鉄だとそこまでどのぐらいかかりますか地下鉄だと そこまでどのぐらいかかりますか坐出租車20分钟左右。タクシーで20分ぐらいあります。タクシーで20分ぐらいあります。有点やんちょっと遠いですね。ちょっと遠いですね。公共汽車有那个站成。バスはあそこのステーションで乗ります。バスは あそこのステーションで乗ります。地,地下鉄の駅はもっと遠。いところにあります。地下鉄の駅はもっと遠いところにあります。出租車在哪儿タクシーはどこですかタクシーはどこですかい举手就停車。手をあげれば止まります。手をあげれば止まります。 ここでタクシーを拾えますかここでタクシーを拾えますか我已经到了东京站。もう、東京駅に着きました。もう、東京駅に着きました。请在这里下车こちらで降りてください。こちらで降りてください。 可以坐地铁去吗地下鉄で行けますか地下鉄で行けますか車票在哪儿买切符はどこで買いますか捡票口在这儿。改札口はこちらです。改札口はこちらです。不、我要走多久。 どれほど歩かなければなりませんかどれほど歩かなければなりませんか離这里不远。ここから遠くありません。ここから遠くありません。你在中国做什么工作中国では何をしていらっしゃいましたか中国では何をしていらっしゃいましたか你有在工厂做的经验吗

仕事は午後がいいですか同日本の工作人员一样吧。日本の方と同じですね。工作地点在哪勤務先はどこですか,勤務先はどこですか 我可以加班吗残業できますか残業できますか我想新開个账户。新しく口座を開きたいんです。新しく口座を開きたいんです。银行几点开门銀行は何時に開きますか銀行は何時に開きますか银行服务员是哪位 銀行の案内の人は、どの人ですか好了通帳ができました。通帳ができました用意下您的印章。ご印鑑お願いします。ご印鑑お願いします。您存多少钱ご入金は、おいくらでしょうかご入金は、 おいくらでしょうか。您代印章了吗。5印鑑は持っていらっしゃいますか。ご印鑑は持っていらっしゃいますか。普通存款利息是多少。普通預金の利息はいくらですか。普通預金の利息はいくらですか。现在就做存者。今通帳を作ります。今通帳を作ります。 承蒙款待、谢谢。ごちそうさま。ごちそうさま。ちゅう问ど有些什么どんなのがありますかどんなのがありますかちゅうか座位在な。この座席はどこですかこの座席はどこですかわたしはジュースをもらいます。わたしはジュースをもらいます。 填好了書きわり終わりました。可能できれば、3年ほど滞在したいと思います。両親の送金で賄います。両親の送金で賄います接下来、情去海关。 次は税関へ行ってください。次は税関へ行ってください身体有点不舒服。気分がちょっと悪い。気分がちょっと悪い。请给点要好吗何か薬をくださいませんか何か薬をくださいませんか行李就这些吗荷物はこれだけですか 荷物はこれだけですか?」。「きん我看一下んい行李申报だん」。「け品申告書を見せてください」。「けい品申告書を見せてください」。「有没有漏ろ的申漏。申告漏れはありませんか?」。「申告漏れはありませんか?」。「箱子和手提箱。子手提このトランクとスーツケースです」。 このトランクとスーツケースです。請把行李全部打開。荷物を全部開けてください。荷物を全部開けてください。有没有需要申报的东西何か申告するものはありませんか何か申告するものはありませんか我带来了四瓶酒。酒は四本持ってきました。 酒は4本持ってきました。地段很好。場所柄がいい。場所柄がいい。日照不错吧。日当たりがいいでしょう。日当たりがいいでしょう。这里正安静啊。本当に静かなところですね。本当に静かなところですね。附近有超市吗近くに。 スーパーがありますか近くにスーパーがありますか购物非常方便。買い物に便利ですね。買い物に便利ですね。公共浴室在哪銭湯はどの辺にありますか在那一代。あの辺です。 あの辺です。歩行5分钟左右。歩いて5分間ぐらいです。歩いて5分間ぐらいです。我很满意这个房间。私はこの部屋が大変気に入りました。私はこの部屋が大変気に入りました。我想搬家。 引っ越したいと思うんですんに電話しいたん。運送屋さんに電話していただけませんか運送屋さんに電話していただけませんか これが、今の住所と、新しい住所です。これが、今の住所と、新しい住所です。有多少行李荷物は、どのぐらいですか荷物は、どのぐらいですか今から電話しましょうか。 今から電話しましょうか。に打算搬到なら。どこへ引っ越すつもりですかどこへ引っ越すつもりですかてんまだ。とても気に入ってるんです。とても気に入ってるんです。ちんいっご来わん。 一度ぜひ遊びに来てください。一度ぜひ遊びに来てください。開始工作私もそろそろ働こうかと思っているんです。私もそろそろ働こうかと思っているんです。找个時工作アルバイトを探したいのです。

どうやって仕事を見つければいいんでしょうどうやって仕事を見つければいいんでしょうご希望の仕事はご希望の仕事はえ、也不是说不行。別に行けないこともないんですが。 別に行けないこともないんですが。語言方面沒有問言葉の方は大丈夫でしょうか。言葉の方は大丈夫でしょうか。在報紙上看到貴殿的招工啟示。新聞でオタクの求人就職の広告を見ましたが。 新聞でお宅の求人就職の広告を見ましたが。私は応募したいのですが。明天上午十時点我等你明日十時にお待ちしています。明日十時にお待ちしています。 明天等に来。すまっていますよ。すまっていますよ。我一定按时来。必ず時間通りに参ります。必ず時間通りに参ります。请接人事科。人事科へお願いします。人事科へお願いします。 我想参观团体游。ツアーに参加したいのです。ツアーに参加したいのです。有什么好玩的地方吗何か面白いところがありませんか何か面白いところがありませんか有哪些团体游どんなツアーがありますかどんなツアーがありますか您想游覽哪些地方呢どこをご覧になりたいのですか どこをご覧になりたいのですか我想到富士山去。富士山に行きたいのです。富士山に行きたいのです。您能介绍一下市内名胜吗市内の名所を紹介していただけませんか市内の名所を紹介していただけませんか只等出发了。待機中です。待機中です。什么时候出发 いつ出発しますかいつ出発しますか什么时候回来いつお帰りになるでしょうかいつお帰りになるでしょうか打算注意しよう就回来。一泊して帰るつもりです。稍微打扰一下行吗ちょっとお邪魔していいですか

一人ではつまらないでしょうか一人ではつまらないでしょうか我喜欢一个人旅行。ですす。るのが好き私は一人で旅行するのが好きです。祝你旅途愉快。楽しい旅行をなさるように祈りします。楽しい旅行をなさるように祈りします。这次旅行我也去。 今度の旅行には私も行きます。今度の旅行行には私も行きます。能把详细日程告诉我吗予定を詳しく教えていただけませんか予定を詳しく教えていただけませんか交通工具是什么乗り物は何で行くのですか需要多少時間どのぐらいの時間がかかりますか どのぐらいの時間がかかりますか旅行費用是多少ツアーの料金はいくらですか 次は税関へ行ってください。次は税関へ行ってください。身体有点不舒服。気分がちょっと悪い。気分がちょっと悪い。我是这个房间的服务员。私はこの部屋の係です。私はこの部屋の係です。何時にお起こしいたしましょうか。 何時にお起こしいたしましょうか有事情吩咐。御用は何でもお申し付けます。ご用は何有貴重物品要保管吗貴重品をお預かりしましょうか貴重品をお有什么要洗的东西吗何か洗濯物がございませんか何か 洗濯物がございませんか可以进来吗入ってもよろしいでしょうか入ってもよろしいでしょうか有什么事吗何かご用ですか何かご用ですか冰箱にある飲み物は無料ですか冷蔵庫にある飲み物は無料ですか您结账吗 ご感情でございますかご感情でございますか請告诉我您的房间号码。お部屋の番号を教えてくださいませ。お部屋の番号を教えてくださいませ。欢迎您在来。またいらっしゃいませ。またいらっしゃいませ。我想租房子部屋を借りたいのです。部屋を借りたいのです。 どんなところをお探しですか最好离学校近一些。学校に近いところがいいです。要什么样的房子どんな部屋がいいですか要房的部屋の数はどうですか 部屋の数はどうですか二人住める下宿屋を紹介してください。二人住める下宿屋を紹介してください。要尽量便宜些。なるべく安い方がいいのですが。なるべく安い方がいいのですが。正在找房子。部屋を探しているんです。 部屋を探しているんです。に有线索もあなたに心当たりはありませんかあなたに心当たりはありませんか我帮你问问朋友看。友達にも聞いてみてあげましょう。友達にも聞いてみてあげましょう。您什么样的房子どのようなお部屋をお探しですかどのようなお部屋を お探しですか。房租はいくらですか。家賃はいくらですか。家賃はいくらですか。房租很贵。家賃が高いです。家賃が高いです。我想租不超过三万日元的房子。家賃は3万円ぐらいまでにしたいんですが。家賃は3万円ぐらいまでにしたいんですが。找找看吧。 探してみましょう。探してみましょう。洗風呂のついていないところでも結構です。風呂のついていないところでも結構です。你什もし候回ほいつ戻ってくるのですか。いつ戻ってくるのですか。来回要一い星期。往復は一週間かかります。 往復は一週間かかります。わたしはパリへ行くつもりです。私はパリへ行くつもりです。行李都準備好了う荷物は揃いましたか荷物は揃いましたか都準備好了。すべて揃いました。すべて揃いました。能看到哪些な西呢 どんなものが見られますかどんなものが見られますか真令人心曠神怡。心が広くなりますね。心が広くなりますね。那里就是我们的目的地。そこが私たちの目指すところです。そこが私たちの目指すところです。快到顶峰了吧。もうすぐ頂上でしょうか。 もうすぐ頂上でしょうか。私たちはやっと半分登っただけです。私たちはやっと半分登っただけです稍微休息一下吧。ちょっと休んだらどう。ちょっと休んだらどう。脚痛で受不了了。足が痛くてたまらないんです。足が痛くてたまらないんです。有精神了吗 元気が出た元気が出た我们一起爬到山顶吧。頂上まで行きましょう。頂上まで行きましょう。这一带可以拍照吗この辺で写真を撮るのは構いませんかこの辺で写真を撮るのは構いませんか你拍吧。どうぞお撮りください。どうぞお撮りください。 どこを背景にしたらいいでしょうかね。どこをいいかね以樋花背景照个像吧。桜を背景にして写真を撮りましょう。有没有留学生奖学金呢留学生奨学金はないでしょうか 留学生奨学学学学学学金はないでででしょうか。如果考上大大大生院院申申請。請ややにに入入れればばききまます。す。留留活で何かお困りのことはありませんか 日本の授業料と生活費が高いことです。日本の授業料と生活費が高いことです。不打工就无法維持生活。アルバイトしなければ食っていけない。アルバイトしなければ食っていけない。家里寄来的钱应付不了日本の高消費。国からの送金は 日本の交渉費には間に合いません。国からの送金は日本の交渉費には間に合いません。我自己想办法。自分で工夫します。自分で工夫します。我今後要考上好的大学。これから良い大学に入ろう。これから良い大学に入ろう。您能为我介绍一下吗紹介してくださいませんか 紹介してくださいませんか私たちの日本留学・協会に各大学の案内があります。私たちの日本留学自分の事情に合わせて入学先を選んでください。 自分の事情に合わせて入学先を選んでください。ちょっとこの腕時計を見てください。ちょっとこの腕時計を見てください。那没准それは決まっていないのです。それは決まっていないなのです。ちょっと鍵の調子が悪いんです。ちょっと鍵の調子が悪いんです。该换一把新的了。 取り替えた方がいいですね。取り替えた方がいいですね。傍晚之前可以修好夕。夕方までにはできますよ。5時ごろ取りに来ます。5時ごろ取りに来ます。让我试一下。ちょっとやってみましょう。ちょっとやってみましょう。下星期四来取。 来週の木曜日に取りに来てください。来週の木曜日に取り语的语法很難吧日難。日本語の文法は難しいでしょうか日本語の文法は難しいでしょうか不太難。あまり難しくはありません。私の発音は 正しいですか私の発音は正しいですか您过奖了。褒めすぎです。褒めすぎです。老师的话还不能完全听懂。先生の話が十分に聞き取れません。先生の話が十分に聞き取れません。您不用担心。心配することはありませんよ。 心配することはありませんよ。に語ができまあなたは日本語ができますかあなたは日た私は日本語が少しできます。私は日本語が少しできます。に会いゃん英语まあなたは英語が話せますかあなたは英語が話せますか正跟電視座学习。 テレビの講座について勉強しています。テレビの講座について勉強しています。您说的真棒。なかなかお上手ですね。なかなかお上手ですね。海茶的很远。まだまだですよ。まだまだですよ。垃圾怎么办ゴミはどうするんですかゴミはどうするんですか 想像您求教垃圾处理方法。ゴミの出し方を教えていただきたいんです。ゴミの出し方を教えていただきたいんです。不可燃垃圾最好分別放置。燃えないゴミは別にした方がいいわね。燃えないゴミは別にした方がいいわね。可燃垃圾は何か燃えるゴミというと。燃えるゴミというと。 不可燃是什么呢燃えないゴミは燃えないゴミは那是んが的それは当たり前のことですそれは当たり前のことです请パン忙助けてください助けてください请パ我往这儿打个電話ここへ電話してください ここへ電話してください。請替我看看信。手紙を読んでください。手紙を読んでください。这个用日语怎么说これは日本語で何と言いますか公共汽车有那个站成バスはあそこのステーションで乗ります。バスは あそこのステーションで乗ります。地遠地下鉄の駅はもっと遠いところにあります。地下鉄の駅ます出租車在哪儿タクシーはどこですかタクシーはどこですか一举手就停車。手を上げれば止まります。手を上げれば止まります。 ここでタクシーを拾えますかここでタクシーを拾えますか我已经到了东京站。もう、東京駅に着きました。もう、東京駅に着きました。请在这里下车こちらで降りてください。こちらで降りてください。 地下鉄で行けますか地下鉄で行けいますか切符はどこで買いますか捡票口在这。改札口はこちらです。不、我要走多久。 どれほど歩かなければなりませんか離这里不远。ここから遠くありません。ここから遠くありません。你在中国做什么工作中国では何をしていらっしゃいましたか中国では何をしていらっしゃいましたか你有在工厂做的经验も 工場で働いた経験はありますか工場で働いた経験はありますか？ますか要頭等舱吗ファーストクラスですかファーストクラスですか只要一张。一枚だけです。一枚だけです。还是要普通舱それともエコノミークラスですかそれともエコノミークラスですか几点起飞。 何時発ですか何時発ですか提前2小时到机场就行 2>, 2時間前に空港に着いたら結構です2時間前に空港に着いたら結構です有直达机场の公共汽車吗空港までは直行のバスはありますか空港までは直行のバスはありますか下午1点半在银座发車 午後1時半に銀座前からバスが出ます。午後1時半に銀座前からバスが出ます。什么时候到达大阪いつ大阪に着きますか明天想去民古屋。明日は名古屋へ行きたいので。明日は名古屋へ行きたいので。坐新干線吗 新幹線をお使いますか新幹線をお使いますか想坐新幹線去。新幹線で行きたいです。有没有其他办法去那里他の行き方がありますか他の行き方がありますか打算当天返回。日帰りするつもりです。 日帰りするつもりです。能買往返票吗往復が買えますか往復が買えますか几点到达何時に着きますか何時に着きますか散席票不用预定。自由席は予約がいりません。自由席は予約がいりません。我想退火车票。 汽車の切符を払い戻ししたいのですが、汽車ののを払いい戻ししたいのですが能延期到下星期3吗次の水曜日に伸ばすことができますか次の水曜日に伸ばすことができますか別の日に変更することもできます。別の日に変更することもできます。 私はホテルを探しています。私はホテルを探しています。这一带没有西市旅館。この辺りには、洋式のホテルはありません。この辺りには、洋式のホテルはありません。有日本市旅館。日本の旅館があります。日本の旅館があります。 我想定个房间。部屋を予約したいんですが。部屋を予約したいんですが。您想要什么样的房间どんな部屋をご希望なんでしょうかご您预约了吗ご予約がされましたかご予約がされましたか我先去訂一下房间。 私は先に行った部屋を決めてきます。私は先に行った部屋を決めてきます。男人房间就可以了。シングルルームでいいです。シングルルームでいいです。我想要双人房间。ツインルームが欲しいです。ツインルームが欲しいです。请给我介紹一家好的旅館。良いホテルを教えてください。 良いホテルを教えてください。那太好了。大変結構です。大変結構です。房前多少部屋代はいくらですか部屋代はいくらですか您郵定了几天何泊のご予定ですか何泊のご予定ですか我郵定了三天。三泊の予定です。 三泊の予定です定で。お泊りは何日ぐらいの予定でしょうかお泊まりは何日ぐらいの予定でしょうかこの料金には何が含まれていますかこの料金には何が含まれていますか包括保食费吗食事代も入っていますか 食事代も入っていますか全部の費用が含まれています。全部の費用が含まれています。这个旅行团有自由活動時間吗このツアーに自由時間がありますかこのツアーに自由時間がありますか现在只剩下15分钟。あと15分しかないですよ。 あと15分しかないですよ。今すぐ出かければ間に合うと思います。今すぐ出かければ間に合うと思います。無論多么快、恐怕都来不及吧。どんなに急いでも間に合わないでしょう。どんなに急いでも間に合わないでしょう。跟谁一起去誰と一緒に行きますか 誰と一緒に行きますか有导游吗ガイド付けですかガイド付けですか中国のできるガイドがご案内します。中国のできるガイドがご案内します。別担心,心配入れません。せん多余部分交税就行了。 余分に税金を払われたら、結構です,税れす。こういうものは課税されますかこういうものは課税されますか税金を払います。こんなものですと3000円です。 こんなものですと3000円です。これでもよろしいですか検査はこれで終わりました。検査はこれで終わりました。报官手续到此为止。通勘の手続きはこれで終わります。ます在哪儿领行李 どこで荷物を受け取りますかどこで荷物を受け取りますか请在那个服务台領取行李。あのカウンターで荷物を受け取ってください。あのカウンターで荷物を受け取ってください。超重行李要付多少钱超過荷物はいくら払いますか超過荷物はいくら払いますか请从那个出口出去。 あの出口から出てください。あの出口から出てください。我请求外国人登记。外国人登録をお願いします。外国人登録をお願いします。外国人拘留登記处在哪儿外国人登録所はどこですか外国人登録所はどこですか请你替我填一下好吗 書いていただけませんか書いていてただけませんか。先放在我这兒。お預かりします。お預かりします。请把登記证明書交给我。登録書を渡してください。登録書を渡してください。不用印章。印鑑はいりません。印鑑はいりません。证明書还给你。証明書。 お返しします。証明書お返しします。還是請您本人來取。やはりご本人が取りに来てください。やはりご本人が取りに来てください。我自己來取。自分で取りに行きます。自分で取りに行きます。對不起已滿了すす。すみません満席です。 下午,怎么样午後のではいかがでしょうか午後のではいかがでしょうか我想预到东京的机票。東京行きのチケットを予約したいのですが。東京行きのチケットを予約したいのですが。有明天上午的吗明日午前のですが、ありますか明日午前のですが、ありますか 根据面試結果決定。面接の上、決めます。面接の上、決めます。我想建人力资源部的田中先生。人事課の田中さんにお会いしたいんです。日语读写行吗日本語の読み書きはできますか日本語の読み書きはできますか稍微一点就行。 ちょっとできたら、それでいいでしょう。ちょっとできたら明天九点能来公司吗明日の九時に出勤してくれないかね。明日の九時に出勤してくれないかね。是事先晕好だ吗お約束でございますかお約束でございますか没有一场现象。異常がありません。異常がありません。 診断結果是感冒。診察の結果、風邪です。診察の結果、風邪です。この薬を飲んでみてください。一次吃多少一回にどのくらい飲めばいいんでしょう。一回にどのくらい飲めばいいんでしょう。很快就会好的、请放心。 すぐ治りますから、ご安心ください。すぐ治りますから、ご安心ください。身体疲労、食欲不振。体がだるく、食欲がありません。体がだるく、食欲がありません。有点胃痛。ちょっと胃が痛いんです。手術の経過は、とても順調です。 手術の経過はとても順調です手術後有多少天了手術されてから何日になりましたか手術されてから何日になりましたか请多保重ではお大事にではお大事に有什么止泻药吗何か下痢止めの薬がありますか何か下痢止めの薬がありますか潜伏 还是饭后服食前に飲むのですか、食後に飲むのですか。食前に飲むのですか、食後に飲むのですか。去買,東西買い物に行きます。買い物に行きます。に要什么何が欲しいですか何が欲しいですか这是中药、没有副作用で。これは漢方薬で副作用がないのです。 これは漢方薬で副作用がないのです。需要什么何を差し上げましょうか何を差し上げましょうか只問問架、不想買。冷やかすだけで買う気はありません。これを試着したいんです。これを試着したいんです。有用品吗 サンプルはありますかサンプルはありますか您请看。どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。请让我看一下那双胶底鞋。あのゴム手の靴を見せてください。あのゴム手の靴を見せてください。请试穿一下。履いてみてください。履いてみてください。稍微大了点。 ちょっと大きすぎます。ちょっと大きすぎます。この形でもっと大きいのはありませんかこの形でもっと大きいのはありませんか少稍大了点。少しゆったりすぎると思います。正合适ちょうど合います。ちょうど合います。